はい、どうも皆さんこんばんは。プリンキームービーのカズキムギチャです。ですね、最近ツイッターなどで、質問があった、YouTube ってどうやったら儲かるの？YouTube って本当に儲かるんですか？で、YouTube ってどうやったらいいんですか？具体的に、説明してくださいっていうことが、まあ、リクエストで、まあ、多数、寄せられましたので、それについて今日は語っていこうと思っております。YouTube はですね、僕始めたのが、7年、8年ほど前で、その当時は、YouTube 側から、パートナーシッププログラムっていう、まあ、広告収益を得られるような、プログラムに参加しませんかっていう勧誘が来ます。スカウトが来て、で、それに対して、まあ、はがきが届くんですね。二つ折りのはがきが届いて、で、その中に書いてある URL にアクセスして、まあ、個人情報、本名、住所、氏名だとか、住所、氏名も一応な、まあ、住所、氏名、銀行口座だとか、電話番号だとかを入力して、で、その、登録した銀行口座に、ランダムに、2桁までの、10の位までの数字の金額が、送金されます。例えば、74円が送金されたら、通帳を持って銀行に行って記帳してきて、あ、74円やってなって、その URL のサイトに74円っていうことを入力して送信すると、あなたはパートナーシッププログラムに、参加することができましたと。これから、収益化して、ガンガン頑張ってください、みたいなことを言われます。で、僕の始めた頃はそれぐらいだったんですけれども、もう言ったら完璧に向こうから言われてできる。っていう感じだったんですけども、どうやらまあ噂なんですけども、僕も今の YouTube 今始めたわけじゃないんでわからないんですけれども、今はどうやら1000人を超えれば収益化対象になるということで、もうこれは1000人超えたら誰でもできるっていう話らしいです。で、最近ですね、これも僕刑務所から出てきて、ここ近年の話らしいんですけれども、YouTuber って最近10分以上の動画が多いですよね。あれはなぜかというと、これも僕帰ってきてタムチンから、言われたんですけれども、10分以上の動画っていうのは無制限に広告をつけれるというわけなんですね。で、この無制限に広告をつければつけるほど、収益化対象になります。例えば今まで、皆さんご存知の方はご存知だと思いますが、1再生 0.1 円と言われてました。まあ、簡単に言いますと、10分の動画をアップして5個の広告、5個広告をつけるとするじゃないですか。1再生 0.1 円が、まあ、1再生 0.5 円になるっていう考え方をしてもらえれば、わかりやすいかと思っております。僕もですね、帰ってきたばっかりは、なんでこんなみんな長い動画ばっかりなんやって、こんなん見てたらみんな飽きるやろっていうことを考えてたんですけれども、まあなんとか僕はトークでブワーっと喋っていくんで、動画10分見ないとわからないっていう動画のスタイルなんで、なんとか皆さん見ていただけてるんですけれども、やっぱりそこで、あんまり喋らなかったりだとか、カットばっかりの YouTuber っていうのはちょっと飽きられたりだとか、10分って長すぎるなってなったりだとか、ちょっと飛ばされて、まあそこら辺で広告収入のばらつきが出てきたりとかします。で、ちなみに僕に関してなんですけれども、僕は収益に関しては、そこまでやっぱりまあ、飯は食える程度稼げてますが、そんなに何百万とか、毎月100万とか稼いでる YouTuber ではないです。もうほんと10万とか20万とかだと思っとってください。で、僕はそれプラス、音楽でライブやったりだとか、ストリーミング配信での、印税が入ってくるので、まあ、ギリニートできてますって感じなんですけども、なかなかでね、これから YouTube を始めて、YouTuber として、飯を食い続けることは可能なのかっていうことに関してなんですけれども、僕が思うに無理だと思ってます。なぜかと言いますと、もう芸能人がたくさん参入してきてますね。僕はもう本当に無理だなって、思い始めた瞬間は、エガチャンネルを見てからです。むちゃくちゃ面白い。むちゃくちゃクオリティ高いし面白い。もう芸能人ってやっぱプロなんですよ。お笑い芸人ってプロ。僕はもうそこに関して勝てるなんか、そんな浅やかな考えしてません。もう、ああいう面白い動画っていうことに関しては、もう、お笑い芸人の人たちは、もう、その道のプロなんですから。絶対勝てるわけないですよ。だって、こっち素人なんですから。だから、僕たちどういうコンテンツで勝負していったらいいのかなっていうことをずーっと僕、考えてるんですよ。やっぱり、僕、YouTube にこういう、昨日みたいな、ふざけた動画、おとついみたいなふざけた動画、ちょっとブラックジョークきつかったですけれども、ああいう動画を出すのは僕結構好きなんですよ。やっぱり面白動画から入っていったんで。で、まあ、それで勝負していくってなると、ちょっとやっぱり素人感が出すぎて厳しい。で、僕なんか、ほとんど編集しないですし、BGM も挟まなければ、ね、テロップもあまり出さないというような、この編集スタイルなので、まあ、正直ちょっとめんどくさいっていうのが、ま、勝ってるんですけれども、そういうスタイルでやり続けてると、やっぱりその、飽きも来ますし、やっぱり何が大事かっていうと、その、時代に追っていって、ついていく、この最先端についていくっていうのは、やっぱり YouTuber っていうのは、僕は昔そのチューブサウザンドとかの時代、皆さん覚えてる方は覚えてると思いますが、はじめ社長、モルさん、トミックさんで、タムチンボックス、カキャン、ルイ君、この7人でやってたんですけども、この7人でやってたこの時代っていうのは、正直僕らが一番前を突っ走ってた自信はあります。ただ、
あの時の感覚っていうのは、やっぱりずっと研ぎ澄まされた状態で、常に何かに敏感だったんですね。常に何かオフ会だとかイベントだとかを繰り返していって、常に新しいムーブメントっていうのを視聴者さんの側に、僕たちこういうこといろいろやってますよっていう提供を、そういうコンテンツを提供してたからこそ、視聴者さんは飽きなかったんですね。で、7人いるわけですから、この7人いて、いろんなチャンネルがあって、毎日いろんなコンテンツがアップロードされると、これはさすがに飽きないんですよ。ただ、もう今の時代、YouTuber が溢れちゃいましたよね。僕らの時代っていうのは、YouTuber ってもう分かってたんですよ。誰と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 、みたいな。ある程度そこそこ有名な YouTuber ってもう全部分かってたんですけど、もう今有名 YouTuber 多すぎないですか ?100 万人超えてる人間何人いるんかなっていう。もう僕がほんまに100万人すごいなって思ってた時代は、100万人超えてるのはもうヒカキンさんしかいませんでした。はじめしゃちょーもまだ100万人いってない時代に、100万人いってたヒカキンさんとかはやっぱすごかったなって思ってたんですけども、もうそれが今、もうたくさん星の数ほど溢れてるので、まあ、YouTuber 業界っていうのは今飽和状態だと思ってます。で、そこに、やっぱり特出した面白さを持ってる芸能人が参入してくる。これは今から、今、2020年から YouTuber を始めるってなったら何かちょっと強い武器がないと難しいんじゃないかなって思います。最近やっぱりポンと急上昇してきてる人たちっていうのはやっぱり何かを持ってる人たちなんですね。僕も出てきて、普通にコンテンツとして面白いなっていう風に思ってるのは、やっぱり気まぐれクックさんだったりだとかね、朝倉みくるさんだったりだとか、それこそ映画チャンネルだったりだとか、僕あんま YouTuber 見ないんで他にもたくさんいると思うんですけれども、この人たちってもともと江頭さんはお笑いでめちゃくちゃ面白い。もうむちゃくちゃぶっ飛んだ破天荒なことする。で、朝倉みくるさんはもうカリスマ的な格闘家。で、気まぐれクックさんはもう編集技術もすごいし、料理の腕前はもちろん、で、僕の親父も気まぐれクックさん大好きなんですけど、何より面白いっていうのは、この銀色のって言って、まあビールを出すっていう、なんか定番のくだりっていう、もう特出したオリジナルの色を持ってるんですね。で、そこに、ただの、例えば、高校生が YouTuber になりたいって言って始めたところで、何も持ってなければ、ちょっと厳しいんじゃないかなっていうふうには僕は思ってます。ただ、なんて言うんですかね、収益を、得ることはできると思います。チャンネル登録者を1000人まで頑張って伸ばして、そこから、まあ、収益化すれば、ある程度の、小銭程度の、お小遣いだったら入ると思うんですけれども、それで、夢を見るっていうのは難しいと思ってます。だから、今の小学生だとか、いろんな、若い子たち、将来の夢、YouTuber みたいなことになってる時代が、まあ、何年前からかなってきてますけれども、ちょっとそれで夢を見るのは難しいんじゃないかなっていうふうに思ってます。それだったら何か自分の好きなこと、僕だったら音楽、こういうものを見つけて、それに向かって邁進している、そういう目標を持って進んでいってるっていう過程を、僕はそういうの音楽はあんまり YouTube に持ち込まないんですけれども、そういう、例えばね、大工さんになりたい。まあ、ほんまにすごい例えですけど、大工さんになりたい。じゃあ DIY が大好きっていう、じゃあ DIY をやっていく過程っていうのを、もう、これはオリジナルのコンテンツじゃないですか。その人しかできない。DIY は他にもたくさんいるけど、その人特有の DIY っていうのはその人にしかできないっていう、そのオリジナルのコンテンツっていうのを配信していって、いかに、視聴者層に、ヒットするかどうかっていうのが、勝負の、まあ、ツボというか、味噌と言いますか、そういうものだと思ってます。なので、僕みたいな、こういう喋ってるだけだとか、たまにブラックジョーク挟んだりだとか、音楽の PV アップしたりだとかっていう YouTube のスタイルに関しては、これから衰退していって、どんどん、ご飯が食べれなくなっていって、大変なことになっていくと思ってます。僕に関しては、まあ、危機感っていうものは、若干感じておりますが、まあ、なるようになるとしか、もう僕はそういう人生の捉え方をしてますので、もう無理やったら無理。なんかするしかないっていう考えなので、まあ今は今なりに、一生懸命生きております。ということで、まあYouTube って儲かるのか儲からないのかっていうことに関しましては、今チャンネル登録者20万人の僕で、まあ、ギリギリ飯が食えてますよ。ただそんな贅沢できませんよ。だって今ここ実家ですから。うん。なんで、そんなに、期待して、夢見て、始めるものではないんじゃないかなと、僕は思ってます。ただ、100万人、200万人、300万人っていう YouTuber は、やっぱり格が違いますので、それなりの贅沢をしております。まあ、この前、とある、Twitter など見ていただいた方わかりますが、とある某 YouTuber の方の、家に行ってまいりましたが、すごかったです。
何この部屋みたいな。もうあの、学校の教室より一部屋が広いんですよ。で、それはもう家の4分の1にも満たないぐらいの面積。なんなんこの家みたいな。迷子なるってっていうような家に住むような YouTuber もいますが、その人たちはやっぱりあの、カリスマ性があるんですね。若い YouTuber を育てていったりだとか、人脈がすごい広かったりだとか、誰に対してもフランクに関わっていて、誰からも好かれるような人なんです。なので、まあ僕にはそういうスター性もないっていうのは最初から分かってますし、僕はなかなかそういう人は、僕みたいな一般人、しかも前科者っていうのは難しいんじゃないかなと思っております。なので、皆さんそんなに期待せずに、YouTube 始めるんだったら始めるでいいと思いますが、そんな期待はしない方がいいと思っております。少し長くなりましたが、YouTube が儲かるか儲からないか、これからの YouTube どうなっていくのかについて、僭越ながら語らせていただきました。どうも、ポリンキムービーの和樹美ちゃんでした。ありがとうございました。